荷物を全て暮らしてしまう場合があります。どうか4段目ぐらいまでの方はね、お靴を脱いで、靴下も脱いで裸足で見ることをお勧めしたいと思います。それからスタンド内は危険防止のため傘の使用は一切禁止となっております。周りの方のご迷惑になるほか、目や顔に傘の骨が刺さると大変に危ない事故が起こる場合がありますのでね、どうか傘は開かないようにお願いをしたいと思います。まだまだお時間ございます。